産婦用の測定やるから放課後できるだけ早く来てね。いい。302センチです。次。ユースというのは19歳以下の日本代表でしたよね。すごいね。なんかすごいとしか言えない。常禅寺高校の穴原先生から連絡をいただきました。休憩中になんで休憩しないんだろう。ですね。おい、喧嘩から日向ってたまにすごく神がかった動きをすることがあるけど、そうでした。どうだろう、みんなバラバラに動いてるし分かんなかったけど。あ、邪魔にならないように上で見学させていただきます。うるせえぞこの時。伊達工業さんは楽しそうで何より。今日やっと1セット取りましたね。うん。他なんだ、笑えばいいさ。お、うん。朝の占い11位的な。試合に勝たせてもらえるわけじゃない。大丈夫、神様の助けがなくても大丈夫よ。いいか、分かってると思う。私行ってきます。私足にも体力にも自信があるの。だから慣れてね。試合開始までには戻ってくる。すみません。無理かもしれないけど心配しないで待ってて。すまん清水、頼んだ。いつもと何が違ったのか。空を切ったと思った足に触れた硬い感触に心臓がギュッとなった。清水さんってもう部活決まった？その事実を私は何かに打ち込んでいる時の心地よさ、でもどこか他人事。自分は最前線で戦っているわけではないという安堵。でもチームメイトは。もともとそのポジションには誰もいなかったわけだし、私がいなくてもただ元通りになるだけだと思っていた。それがどうした。敗北を確信しているわけじゃない。挑まずにはいられない。ありがとうございます。